皆さんこんにちは、セリタジュナです。私がご一緒したいアーティストをお呼びしてトーク、そしてセッションまでしちゃおうという大変わがままな企画、ジュナーズセッション、東京三軒茶屋のライブハウスグレープフルーツムーンよりお送りします。本日は第5回目ということで、そろそろ番組の方向性が見えつつあるものの、評判はどうなのか気になるところですが、気にしてもしょうがないので楽しくいきましょう。それでは第5回目のゲストアーティストはこの方です。ダパンプ、そして堂本剛ソロプロジェクトエンドリケリラの音楽を支えるキーボーディスト、ガクシさんです。どうも、キラ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 こんにちは、こんばんは、どうも、はい、それではガクシ先生のプロフィールを簡単にご紹介します。はい、15歳の頃にキーボードを演奏し始め、18歳で上京、徳島県出身ですね。で、作曲家の住友則人氏、ゴスペルキーボーディストカズ加藤氏に師事した後、23歳からプロのキーボーディストとして活動をスタート。アーティストの個性とスタイルを際立たせる彼の演奏は多くのメジャーアーティストから絶大な信頼を得ているんですよ、本当に。はい、ブラックミュージックの素養はポップスに関わる上で必要不可欠ともいえるが、楽師は間違いなくその条件を備えたプレイヤー、クリエイターの一人。ヤマハモチーフXF の CM キャラクターにも起用されている。あ、これ 見ました。あ、めっちゃかっこよかった、ね、だいぶもう何年か前のやつですね、うん、はい、そのわけで私とガクシさん実は知り合って長いっていうか、私が一方的にずっとファンみたいな。あ、そうなんですか。でもそう考えたんですけど、一番最初ガクシさん見たのってどこだろうって思って、うん、覚えてます？どこ？いや、私も覚えてないんですよ、なんか。あ、そう。でもどこかでのライブで見たのは確かなんで、え、こんなキーボーディスト、うん、この世にこの世にいんのみたいな、うん、なって、うん、多分終わった後に、
あすごいかっこよかったですとか言ったかもしれないんですけど、うん、いや幻だったんじゃない多分人違い人違いそういうのそういうのはないっすそうないですけどそうそう、うん、結構まあ私がもうちょっと若かった頃に、うん、ガクシさんをどっかのライブで見つけて衝撃を受け、うん、その後ずっとちょこちょこ追いかけつつっていう感じで本日は誠にありがとうございます。ありがとうございます、呼んでいただいて、はい、ね、もうじゃあ、ジナーズセッションでは事前にガクシさんに10の質問をしています、うん、その Q&A は YouTube のコメント欄に掲載しております。番組ではその事前質問事項を参考にして私が今ガクシさんに聞きたいことをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではジナーズセッショントークセッションスタートいいですねそのタイム感じゃあ、うん、それでは、一つ目の質問いきたいと思います、うん、はい、ガクシさんのプレーからは全く想像つかなかったんですけど、うんうん、実は手が小さいんですよね。ちょっとカメラに見せていただいてもいいですか、ね、まあ、分かるかどうか分かんないですけど、僕手がね、すごい。これ私、そうなんですよ。変わんない。そう、ちっちゃいんですよ。ちょっとびっくりしましたね。そうなんですよ、本当に。まあ、いかにね、この手を小ささを生かしてどう弾くかっていうのを、まあ、いろいろ研究したもんですけれども。うん、やっぱりそのピアノって特になんていうか、うん、手の大きさがありますね。あれですよね、うん、生まれ持った。そうね、向こうの黒人のミュージシャンの方ってやっぱり僕より2倍ぐらい手が大きいんですよ ね、だからそれでできるボイシングっていうのがあるんですけど、残念ながら僕はそれができないんで、それをいかにこう濃く響かせるとか、なんかそういうのをちょっと研究したこともありますし教えられたこともありますね、うん、あ素晴らしい、はい、まあ変な話、誰もそのガクシさんが手小さいってこと言われないと分かんないです。私も、うん、あの3日前ぐらいに知ったんですよ。いやもうね本当に、うん、あの手が小さいのにまた広がる、なんかすごい手が広がる曲持ってきたなと思ったんですよね。誰の曲でしょうねそれ。いやいや、あなたでしょ。あ、失礼しました。あなたでしょ。失礼しました。いやいや、もう本当に、うん、あの久々こんなに練習したのは久々でしたね。ありがとうございます、うん、たくさん練習していただき、はい、はい、その手の小ささを感じさせないプレイをしていただきました、はい、はい、では、2つ目、キーボーディストはボーカルとのデュオ演奏など、うん、まあ、これ本当に絶対間違ってはいけないプレッシャーとかで演奏するシーンが本当に、うんうんうん、あの例えばまあギターとかベースとかドラムよりもたくさんあるような気がするんですけど、うんうんうん、その、 あの緊張に打ち勝ち、いい演奏をするためにはなんか、うん、普段心がけていることやなんかマインドセットとかありますか、うん、あね、まあ、単純なのは僕はあのフリスクいつも持ってて、おフリスクを前に食べる、そのそうです、あの一度ちょっとこう気分を落ち着かせるのに僕はフリスクを食べてるんですけど、あのツアーの時とかね、あのすごいこの曲有名だから絶対にしちゃいけないとかってあるじゃんもうやばいっす、まあね、本当にあるんですけど、はい、それをいかに緊張をどうあのいい方向に持っていくかっていうのを、まあ、それフリスク、そうですよね、フリスクと、あと本番前ご飯あんま食べない、おお、あ、お腹を空かした状態で、あのね、眠くなっちゃうともうすごい緊張感が薄れちゃうんで、まあ、はい、その緊張、いい緊張に持っていくっていうのが大事かなっていう。ちなみにコーヒー飲む方ですか？あ、コーヒーも飲みますね。それは本番前にコーヒー飲む？そうですね、本番前に、あ、まあ、ブラック飲んだりもしますけど、基本はでもあんまり食べない方がいいかなって。なんか仙人みたい、仙人仙人の話、でもまあ人それぞれだと思うんですけど、うんうん、まあ、例えばね、そのドラムの方とかはやっぱ食べなきゃパワーが出ないっていう人もいるんですけど、僕とかやっぱりちょっと食べるとやっぱり緩んじゃうので、 あえてあんまりなんかゼリーとか、おお、あ、速攻元気とか、あのアスリートの方です、ね、そうですね、あのそういうのだけ飲んで本番にあの向かいますね、はい、勉強になります、はい。ちなみにちょっと余談なんですけど、はい、この間あのダパンプさんと演奏した時に、はい、あのバンドがガクシさん一人で全部やっちゃうっていう、はい、回がありましたよね、はい、
その時ってちなみにあの、はい、バンドメンバー全員分のギャラをもらえたりする、ね、もらいたいですけどね、一人分です。ああ、いや、そうです、うん、あの世間は厳しい。いや、もう世間は厳しいですよ。失礼しました、勉強になりました、ね、こんだけね、あの5人10人ぐらいのことやってる、1人分なんですよ。で、何本、じゃあ私もこれからじゃあベース分だけ働こうと思います。いや、そうです、その方がいいと思います。もう本当に、はい、勉強になります。はい、ではお続いて、ガクシさんといえばファンク、R&B、ソウル、ヒップホップなどの印象が私の中で非常に強いんですけど、うん、はい、そのガクシさんのこの圧倒的なグルーヴは、なんていうか、どのように育てられたんでしょうか。なんか言葉で表すのってやっぱ難しいですよね。でも教えるともちょっと違うじゃないですか。うん、そうですね、まあ、僕はそのブラックミュージックに精通するまでというのはもう J-POP しか聞いたことなくて、それこそ15歳から初めて鍵盤をやって、はい、でそこから上京して21歳ぐらいから洋楽を聴き始めたんですけど、でそれであのまあブラックミュージックをやっぱ好きになって、その影響はあのゴスペルキーボーディスト のカズ加藤さんが師匠なんですけど、いろいろ教えてくれて、それこそダニー・ハードウェイとかジョージ・デュークとか、もうそういうの聞いて生まれてきたと思ってました。いや、もう全然なんです。でそれでやっぱハマってずっと掘ってってって感じですね。でまあうちの師匠はすごいやっぱ厳しくて、まあ、僕はこんなにリズムが 今はまあ弾けてますけど、うん、まあ、20代の頃って全然弾けなかったです。見てみたいです。逆に本当にお前はいつも前だとあのタイムが前だとでずっと言われて、で、まあ、本当30代ぐらいにやっぱちょっと認めてくれたのかなっていう、うん、で、まあ、その師匠のやっぱり言葉が、あの点じゃないと線で、なるほど、線だと言われたんですね、はい、グルーヴは要は点で捉える線で捉えろと言われて、はい、やっぱり一拍の長さってすごい重要だったりするんですね。そうですよね。でそれがやっぱり最初って分かんないんですよ、やっぱり、うんうんうん、こんな長さだっけとか、うんうん、この長さやればこんなグルーヴになるかなとか思うんですけど、弾いてるタイミング合ってりゃいいでしょ、うん、みたいなね。でそれがだんだんやっぱりこう自分でも、まあ、年を重ねるごとにちょっと分かってきた部分っていうのがあるんですね。ああ、この曲だとこの一拍はこのぐらいなのかなっていうのが、うん、もうあの頭で考えてるともう遅くなるんですけど、それが体に入ると、まあ、そうなってきちゃったのかなっていう感じはします。素晴らしい、はい、じゃあやっぱそのなんて言うんだろう、プレイする時ももちろんですけど、うん、その音楽を聴く段階で楽師さんの中ではもうこの線を描いてるっていうことですよね。そうですね、この曲だったら、まあ、あんま考えてないですけど、うん、やっぱまあ触こう鍵盤触ったら、あ、まあこういう感じだなっていうのが大体予測がつくようになってきたっていう感じですね、うん、なるほど、うん、いや勉強になります。いえいえ、もう、はい、ではお続いて、まだやったことがなくて、うん、これから挑戦してみたいと思う活動内容ありますか。それは活動内容というのは音楽以外ですか。音楽以外で何かあるんですか。どっちも聞きたいです。そうですね、僕何回かあの音楽やめようかなと思った時があるんですけど、まあ、その時にはあのホットケーキ屋か、餃子屋か漁師になりたかったですね。ちょっと一個ずつ説明してもらってますか。いやいやいや、単純にあの食べるのが好きだったからこれやりたいなっていうのと、ホットケーキ好きなんですか。ホットケーキあの焼くの大好きなんですよ。うまいんですか。そうです、僕あのテレビでホットケーキ焼いたこともありますし、まあ、プロじゃ、もうプロ。いや、ありますしね。すごいですね、うん、まあそれぐらい好きなんですけど、まあ、まあ、次のその音楽もしなんかできなくなったらそういうのやりたいなと思いますけど、うん、そうですね。餃子は、餃子は餃子好きなんでそれだけです。あ、顔、うん、もう包むとかなんかそういう作業好きなんですよね、多分ね。面白いですね、うん、そうです。あと漁師は単純に魚釣りが好きなんで、あのなんか釣ってやればいいなと思って。あ、いいですね。私あの お父さん側が魚の卸し、あ、いいですね、はい、いいですね。その時はぜひ卸してください。あ、じゃあその時はその時はとか、いやいや、まあ、音楽やめることないと思う。いやいや、まあそうなんですけど、はい、うん、そうですね、これからねやっていきたい、うんね、まあいろいろ、いろいろありますけど、まだやっぱりいろいろ自分もやりたいことはいっぱいあるんで、今探してる状況ですからね。すごい。音楽ではどうですか。じゃあ音楽ではですね、やっぱりまあ鍵盤でベースとか弾けるんですけど、こう竿でこういろいろちょっと弾けたらいいなって思って、最近ちょろちょろっとはやってるんですけど。もうやってらっしゃる。やってます。あの、まあ、コロナ禍であのすごい暇だった時に、まあ、なんかちょっとやってみようと思って。いや、やばいですね、うん、ベーシストの皆さん仕事なくなると思うので気をつけてください。大丈夫です。私も気をつけます。大丈夫です。あの、はい、そういうとこですかね。
まあ、あとやっぱり僕実はあんまり海外行ったことなくて、海外1回ぐらいしかないですよ。あ、そう。もう LA に3泊、3泊2日、あっという間ですね、うん、しか行ったことなくて、楽しかったですかその時。そうですね、まあ、あのリハの立ち上げだけに行ったんですけど、うん、でもスケジュールも結構カツカツ で、うん、カツカツで、まあ、そういうやっぱ海外に、まあ、もうちょっと行っていろいろや、うん、なんか吸収したいなっていうのはありますね。なんか、うん、学士さんみたいなプレイスタイルの方はもうみんな大好きだと思います。いや特にいやもうどう自信、自分はあんま自信がないんですけど、うん、まあちょっと行ってね、ちょっといろんな刺激を受けたいなとは思いますけど、ドカンと、はい、はい、では、お続いて、はい、まだ共演したことがないアーティスト、ミュージシャンでも彼です。で、うん、一緒に演奏してみたい人は誰ですか。ああ、そうですね、うん、もうでもみんなやってますまあそうなんですよね。日本はもう、まあ、なんかすいません、なんかそう、もう全員そうなんですよね、うん、まあそうですね、やっぱ海外だとやっぱり例えばジョージ・クリントンのあの P ファンクのバンドにやってみたいなとか、入ってほしいですとか、やっぱこう今まあ僕大好きなキーボードですのボビー・スパークスさんって人とか、ブランダン・コールマンさんとかっているんですけど、そういう人とまあ一緒にちょっとセッションしてみたいなとかってはありますけどね。はい、なんかこれから今まではちょっとコロナ禍で、あの日本が鎖国してましたけど、うん、徐々にオープンしてきたんで、なんかね、それも叶うかもしれないですよね。そうですね、まあ、はい、で昔なんか先輩のミュージシャンに言われたことがあって、うん、やっぱりなんか思ってるとやっぱりそういうマインドで叶うって言われて、うん、で俺はなんか日本武道館に立ちたいと思ったらやっぱ立てたと、うん、やっぱそういうマインドを持つのは大事だなと思って、やっぱ僕はアマチュアの頃やっぱそう思ってたんですけど、はい、うんうん、そう思ってるとやっぱまあほとんど、うん、まあ、今できたなっていう感じですね。ガーサスです。いやいや、もう、はい、いやいや本当に音楽が好きでやってきたようなもんですけど、うん、素晴らしいです、はい、ありがとうございます、はい、あ、ちなみにちょっと、うん、あの1個気になってたんですけど、この15歳からキーボードを始めてって、はい、うん、その私のイメージで鍵盤の方ってどちらかというと、例えば5歳からピアノやってましてとかいう人多いじゃないですか。そうです、そうです。そこなんかどういう、いやもう本当に単純に中学校の頃にバンドやろうぜってなって、じゃんけんで負けてキーボードっていう、そんなちょろい感じそうですね、まあギター、やっぱりギターみんなやりたい、うん、そうですよね、持ってますもんね、うん、でキーボードが、まあ、たまたまうちに1個あって、あったんだ。でそれで、まあ、じゃあキーボードやるわってなって、うん、でまあその後僕はあの、まあ、意外だと思うんですけど、うん、小室哲哉さんが大全盛期、あでもかっこいい、うんうん、もう朝倉大輔さんとか大全盛期で、はいはいはい、もうそこに僕はまっちゃって、もうだから小室哲哉さんをずっと追っかけてたんですね。じゃあキーボード選んでよかったですね。そうですね、まあ、で結局ちょうどその小室さんがブレイクするところなんで、うん、でやっぱり自分もそれ見て、やっぱキーボードっていいな、素敵だなと思って、でそこからまあやってたりしたんですけど、うんうん、まあ、それ並行で高校生の頃は芸術科の高校に入ってたので、あの声楽専攻だったんです。歌専攻だった。それはいいことを聞きました。でだったんですけど、僕はキーボードやりたくて、うん、あのまあ、歌はまあそこそこにやってたんですけど、コーラスもやる。いや、あのでやっぱこっち来るとやっぱ歌うまい人っていっぱいいるじゃない、コーラス。そんな人になんかその片手間でやるのは失礼だと思って僕はもう全然やってません、ね、ちょっといつか聴ける日を楽しみに。もうそうなんですよ、うん、なるほど、ありがとうございます、うん、はい、では、最後にライブやリリース情報があればご紹介ください。ライブはですね、まあ、言えないのがいろいろあるんでねちょっとあんま言えないんですけど、リリースというか2月の25日だったっけな、はい、にあの私あの今回あの菅志賀夫さんとバンドを組みまして、わーすごい、やばい、ファンクザウルスというあのバンドを組んだんですけれども、うんうんうん、それの初お披露目が2月25日中野サンプラザでしたね。はい、であのやりますんで、やばいですね。で、まあ、それに伴い2月の頭ぐらいですかね、うん、に CD がもう、まあ、デビュー CD みたいなあのアルバムの特典でつきますんで、よかったら見ていただけたらな、見ていただいたり聞いていただいたりですか、はい、はい、すればいいかなと思います。はい、めちゃくちゃ楽しみですそれ、はいはい、それでは、最後に恐れ多いですが、
私とガクシさんでセッションをお願いします。はい、はいはい、お願いします。ジナーズセッション。